グラビティフリー。分刻みのスケジュール、会談に式典に、この後は記者会見、大統領夫人って大変。やっと着いた。急いで急いで。お急ぎのところ申し訳ありません、奥様。校舎は少々お待ちを。テロリストがいたなんて。ありがとう。礼には及びません。大統領とその家族を守る我々シークレットサービスの使命ですから。妻の護衛よくやった、アキラ・エヴァンス。さすが最年少でシークレットサービスについた人材だ。もったいないお言葉です、大統領閣下。君の腕を見込んで頼みがある。私の別荘で1ヶ月泊まり込みの護衛をお願いしたい。あなたまさかあれに行かせる気？大統領命令。何？基本はいつもと同じ。私の家族の護衛だ。都心から離れた森の中の別荘、まるで人目を避けてるような。紹介しよう。娘のアシュリーだ。見ての通り、彼女は無重力なんだ。5週間前に突然こうなった。現状分かっていることはたった3つ。1つ、彼女は遺伝子の一部が変異している。2つ、浮遊対象には重力の歪みによる光の屈折輪が発生する。3つ、浮遊対象は彼女自身と彼女が手で触れたもの。それ以外原因も浮遊メカニズムも一切不明。詳細は血液検査の結果待ちだ。アシュリー、降りてきなさい。はじめまして、アシュリー。触れてはいかん。もう、見た目に惑わされるな。彼女と我々は遺伝子レベルで違う生き物だ。おいおい、自分の娘だろ。アキラ・エヴァンスに命じる。血液検査の結果が出るまでの1ヶ月、世間から我が娘アシュリーのグラビティフリーを秘匿せよ。イエスサー。アシュリーさん、夕食の時間ですよ。やれやれ、昼からずっとこれだ。夕飯いらないんです。実に可愛らしいお返事だ。嫌い、どこか行って。やっと声が聞けたね、アキラ・エヴァンスだ。よろしく。なんでパパが帰ってあなたが残るのよ。パパが帰ったのは合衆国で一番忙しい男だから。俺が残ったのはパパから君の護衛を依頼されたからよっ。パパに電話して、アジア人が世話係なんて嫌。失礼なやつだな、まったく。座りたくないなら浮かんだままでいい。俺も好きにさせてもらう。ああ、主義なんだ。礼儀正しい人には礼儀正しく、そうでない人にはそれなりに。仲良くしよう、アシュリー。やっぱりあなた嫌い。おはよう、アシリー。ピクルス食べれる？へえ、コーラの実、そういうのもあるのか。アシュリー、双子の卵だ。今日は一日ラッキーデーだぜ。何がラッキーデーよ、バカみたい。もしもし。
もしもし、あたしよ。シークレットサービスの人ね。調子どう？アシュリーちゃんの浮く病気治った？いないって言って。お、申し訳ありません。ご用件は私が受けたまわります。お、ウサギのリッキーだ。あ、なんで知ってるの？ん？ポプリンのお隣さんだろ。熊のポプリン、平日7時半から。いつも見てるじゃん。アシュリー、どうした？こんな夜に。パソコンでお花買える？あ？パパのお誕生日、お花をあげたいの。今週末のお誕生日、当日パパここに来てくれるって。サプライズでお祝いしたいの。おいで、アシュリー。一番可愛いやつ、選ぼうぜ。あの女の人は新しいママなの。ママが亡くなってすぐ家に入り浸るようになったパパの新しい恋人。あの人にとって私はどうでもいいみたい。ああ、見てればわかるわ、私に興味ないって。ここだって一度も来てない。わかってる、きっともうパパと暮らせない。そんなこと。パパ最近変。今までは忙しくても家族の時間作ってたのに。いや、変になったのは私なのよね。あの日すべて変わってしまった。何これ、浮いてる。アシュリー、助けてパパ。でも仕方ない、パパは悪くない。私が他の人と違うから。私だけみんなと違うから。無重力のせいでこのままずっと世界で一人ぼっちなんだ。宇宙行こうぜ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。